お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイ・ジェイ・エリババのマスケバージョンをやっていきたいなと思います。基本的にねマザネクだったんですが、今ね普段ポイズンのデッキ、例えばペッカであったり、あとスケラですね、はい、普段はポイズンのデッキがもうマザネクですね、まあ、マザネクが主に流行ってることによってファイボになってるんですよ、まあ、なので逆にというか、じゃあそんなにファイボみんな使うならマザネクじゃなくてよくねっていうので、このマスケ型でね海外のプレイヤーが世界一をね取っていました。なのでちょっとこのマスケ型でね僕500近く沼ったんですよ。てかなんならマックス580ね、沼って、今このロイで若干戻して、まあ今450沼ぐらいかなぐらいのところに来ました。なので結構今ね病んでます。病んでるしカリカリしてますマジで。さすがに僕も人間なんでね、さすがに600近く沼るとなんかねもう元気なくなっちゃいますよね。俺何やってんのみたいなそんな感じのね感覚に陥っちゃいますよね。ずっと今期ねメガナイトでやってたんですよ。トラがメガナイトオールブレイクやってて、でまあめっちゃ悪かったけどないんですよ。結構いい感じではあったんですけど、メガナイトオールブレイカーで今季やっぱ大型環境っていうこともあり、もうゴリラ多いんですよマジで。そのいいね、いいゴリラ、いいねいいね、なんならこれだけで、あーいいマスケが来ちゃったな。でもあれウッドで、ウッドで、いやーファイブか、ファイブ打ってもいいけど打たない方が良かったですね。さあこれはマスケで回収します。うわめっちゃいい、めっちゃいいウッド良すぎじゃない。さあウッドも絡めて耐えてくれ、いてよいてよ。さあミラー対決っぽい気がします。そんな感じで流行ってますね。そうメガナイトでやってたんですけど、やっぱ大型が多いんでね、ゴレとエリジャイがもう100戦やったら90回ショーテゴレ来るんじゃないかっていうぐらいゴレが来るんですよ。これが本当に本当にね体感は強マジで。あ、じゃあディガーいるから違うな。ディガーいればマスケって何これメガナイトオールブレイカーもしかして。いやメガナイトオールブレイカーだ、メガナイトエリババ、いやワンチャルスね。これさ LSP5 であのマスケやれる説ない、あっつ。いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。これはあいい、これ何か、ちょっと待って待って待って、何あなたの何ですか本当に、どうなってんの一体、何が一体どうなってそう、何が一体どうなってそうなってんの。迫撃、あ迫撃エリババか。いやマジで相手なんかやってたっすよね、いろいろもういろいろやってて分かんなかったな本当に。で迫撃かマジか、なかなか通んないですね僕の攻めが。なんで結構守って守って守ってやっていきたいな、結露いかなと。やべこれやべ結構いて、うわーで暴白されると通んないんですよね本当に、本当に通んないんですよ。でアイゴレ蓋されるんで、いやもう気合で通して、気合で通して、気合で一発引っ張れトリトン、ナイス。あ待ってミスった、あお姫様、お姫でもねえかこいつは。でファイブ外す、外さんのかいそこやべちょっと待って、もうね本当に見てわかる通りねプレイが終わってんすよ僕今。本当に沼った男なんでね、さっきまで沼ってた男なんで、プレイが本当にイカれてるんですけど、勘弁してくださいもう限界です、これが僕の。さあ耐えよう、耐えるぞ耐えるぞ、あれぶっ壊すぞいっぱい。さあウッドファイボでぶっ壊す、いやここ一回我慢で次ですね、僕ちょっと次で決めます。ここ一回我慢のタイミングで、よしよしよし、いやいい、俺のマスケの方が強え、オッケーオッケーナイス。でトリトンもいる、でこれがねファイボか、ここにファイボ打ってウッド打てば、お願いゴリラ、うちのロイゴリラ、いけゴリラ、お願いもう一発もう一発、もう一発、いやできー、よかったー。いやほんと沼ってるんでこの一発がでかいんですよね。本当に話したくても全然話せなかったですね。そうエリジェイトゴレが多いからメガナイト使っててもそれは勝てないんですよ、相性がやっぱあるので。でなんならねエリジェイトゴレに強いペッカもバカ流行ってるんですよ。
だから100回やったら99回はもうゴレかエリジェイかペッカ来るんじゃねえかぐらいで来るんすよね、体感ね。だからメガナイトマジで勝てなかったので、いろんな面がやってたんですよ。メガナイトの形とかも変えたりとか、まあ、そこそこ上がってたんですよ。7人とか何本とかも言ってたんですけど、なんかやっぱきちいなっていうので、トロッコ落ちちゃいましたね。そう、もしかしたら僕はでも天才かもしれないっていう、相性悪くても全然いけるかもしれないっていう思いがあってやってたんですけど、まあ、結局上がんなかったんで、天才でも何でもなく僕はただのアホでバカだったんですけど、本当にね、メガナイトじゃあちょっときつかったですね、今季は結構。まあまだね、捨てきれてはないんですよ、可能性を。ちょっとメガナイトでも頑張りたいなって思いはあるんですよね、もちろん。さあ、LSP とさ、俺ウッドとトリトンあるからさ、今回なんかこのプリプリ、多分あれなんかな、名前忘れた。ゴブジェ EPP? 的なやつだと思うんですけど、まあ相性は悪くなさそうですけどね、このダックプリだけ受けるのめんどくさいかなっていう。やっぱ受けるのめんどくさいよね、このダックプリ。そんな気がした、さっきから。うん、もうちょっとなんか頑張ってよ。ね。さあ、というわけで、キング起動したいですね。相手のゴブジャイをトリトンで。で、コウモリは LSP。で、プリプリか?プリプリだけちょっとめんどくさいぐらい。さあ、なんかすげえ、積極性があるっすね、相手の戦い方に。そんなに来るの?っていうぐらい行きますね。これプリンス買ったからさ、カウンターロイとか行きたいけど、まあそんなコストもねえっていうね。で、ダックプリからのまた逆サイゴブジェなのかな。さあ、いらっしゃーい。いや、さすがに今回違うらしいですね。で、読み座とか来そうだけど、怖え。怖えよ、怖えよ、怖えよ。怖えよ。もう後ろから来る。後ろから来るなら、後ろから行く?なんとなく。うん、そう、5打ってきたのはまあありがたいですよね。エリババこれで出し放題なんでね、僕は。エリババパーティーで?エリババで、本当はね、僕、その、ヒースピ?てかヒースピだったんですけど、ヒースピがもうね、変わったんですよね。LSP になりましたね、このロイは。よいしょ。うわぁ!そっち引っ張ったのか。ナイスすぎん?なんか大きい声出しちゃった。ごめんね。なんかトリトンがさ、優秀すぎた。さ、スケとかもやってあげて、コウモリが?いや、来るんすよね。で、ここはもうマスケ残ってるからゴリラ行ってあげて、トリトンも出してあげて、さあ、ウッド構えて、あ、神相性ですね。さすがに神相性。いや、でけえ。いや、マジで、トロ落ちたんすよね。落ちて、だからもう一戦一戦大事にね、あげたい。その、メガナイトで落ちてから、落ちたことによって、ああ、落ちたし、ゴレクロやるか。で、ゴレクロやると、やっぱペッカとか多いから全然勝てないの。で、ゴレクロ使ってどん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 急降下っすよ、トロフィーが。もう15、6連敗したんじゃないかっていうぐらい本当に負けましたね。15、6は持ったかもしれないんですけど、まあトロフィー600沼って言ったらまあそんぐらいなのかな。いやまあ朝ほんと5、6時、7時とかだったので寝ずにね。もう頭も回んないし、無限に落ちるよねっていう最悪なサイクルに入ってましたよね。さあまあそんなわけでね。メガナイトとゴレクロと、まあ、あとエリゴレもちょっと使ったんですけど、落としたトロを、ちょっと一戦一戦大事にね、取り返していきたい。やっぱこう、楽してトロ上げようとすると、やっぱ3秒で勝てる時もあるんですけど、まあ、ハイリターン、ハイリスク。ハイリスク、ハイリターン。的なやつで、やっぱ3秒で勝てる時もあれば、やっぱ3秒で負ける時もあるんですよね。クラロワって。ゴレクロとか使っちゃうと。だから、ちょっと一戦一戦ロイとかでね、シマエリババしてるんですけどね、一戦一戦ちょっと確実にね、勝っていきたいですよね。さあ、ニート来たな。ニートだ。ニートとダックプリだ。なんかあんま見ないセットっすよね。うわ、すげえ。なんか、ニートダックプリスケってなんかレアっすよね。うわ、これってさ、もう簡単でロイ出せたら勝ちだったけど、ロイゴリラちょっとコストが重てんだな。イリババにしようかな。なんとなくこれ行ったら良さそうじゃない?メガナイトだって回ってないじゃん。コストがないのか。おい、いや、いいね。これ結構痛いっすよ。なんなら、通り魔一発!ナイス!不謹慎。やめろ、ボケ。さあ、ノバスナイパー、ピースって人ですね。さあ、メガナイト?メガナイトと、いうわけなので、トリトンがね、うちにはいるので、
ソリトンいい味出してますね。さあ、まあマスケからでいいか。もしかしてバルーンとかいたら嫌ですけど。おー、ゴリラですね。だからババコヤメガナイトってレアすぎ？レアっすよね。これちょっとロイ行って、これでババコヤ壊します。もうステロイです。ぶっちゃけ。で、この、僕の、あれ、なんか、やられたらやばいっすね。踏まれたら。踏まれますよね、絶対。そんな気がしたっすよ。踏まれないわけないっすもんね。うわ、いいトルネ。さすがにいいトルネ。さあ、でも、このエルスピで。ふっ、ちょっ。うわ、すんごいの来た。すんごいの来たけど、トリトンおじさんいる。おじさん、こっちだよーって。あー、おじさんについていっちゃった。相手のエレジャイ君。さあ、これはもうね、大カウンターですよ。しかもうちのトリトンはね、まだまだ引っ張るの。引っ張り足りない。ナイス。で、もう一発引っ張って。よいしょ。いいね。で、舞台になっちゃうと。で、ここをちょっと好きぐらいでちょっと回してね、航空機で回して、ロイ行きたいですね。相手ババコや。ああ、ライドラ。なんでライドラ。ちょっと待って。これマスケもあるし、行っちゃおう。行って、まあ、ババコヤ来たら来たら、で、今回はババコヤで守られるんですけど、次がね、相手守れないと思うんですよ、これ。ババコヤなんか使って、正面に置いちゃって、次ですよね。これ、ババコヤ咲いたサイクルなので。で、ここはトリトン使ってもいいんですけど、使った方がいいんですけど、その、なんかあれがいたじゃないですか、ゴーグル。ゴーグルいたから、ゴーグル用にトリトン残しておきます。で、ライドラか。このファイブいいですね。早めのファイブでね。で、ウッドで、いやー、来ましたね、これは。いや、ナイス、ゴリラ。うちのロイゴリくん、なかなか手強い。ふぅ、し。さあ、頭回してね、回転が早いんでね。オッケーっていう。ババコやゴリラデッキですね。なんか、いつかこんなデッキ使ったけど、多分僕、ゴブゴヤとかだったんすかね。今の相手のゴリラデッキ。いや、本当に今の環境、ゴリラ強いんでね。あれこれビクターじゃん。本物だったら今季74ぐらい行ってましたよ。違う？アカウントが別なのかな？か、俺と同じで今ガチ沼ってるか。プレイ見ればわかりますよね。さあ、ファイブ打って、まあ、ロイの可能性もある。てか、ロイの可能性が高いですよね。ロイ対決で、マザネクとマスケだったらさすがにマスケの方が強い気がするけどな。ファイブでやっぱ残るんでね。まあ、豚にされるのはちょっと嫌ですけど。うん。で、相手はヒースピとかかな。ここちょっと、まあ、なんとなく勝たしてあげるっすよね。まあ、相手もやっぱ同じですよね。基本的には。おい、ナイス引っ張り。で、ファイブ打ってあげてのは繰り返しかな。まあ、マスケでもいいんですけど、どうなんだろうな。まあ、ファイブでも別にいいんじゃないっていう。ファイブだけで勝てそう。で、マザネク咲いてからマスケも咲いていいでしょ。いやー、これマスケからなのかな、悩んだな。まあでも、トリトンでいいや。同じことしとけば、まあ負けないでしょ。で、ここもしロイ来てもエリババで守ってカウンターロイでグッドゲームですね。だから絶対相手はロイ来ないっすね。うん。いや、これ美味しいな。グッ、おいいヒースピ。うっ、おこっちエリババいっちゃおうかな。で、これにエリババ使ったらロイ来てえな。あー、使わねえのか。いや、でもトリトンと、いや、これ良くねえな。これやばいっすね。もしかして。もしかしてだけど、俺ってピンチ？やばい。まあでもここで強いのがこのマスケですね。これがやっぱファイブだったらね、その、ファイブだったというかマザネクだったらファイブ打たれるだけで終わっちゃうんですけど、マスケなことによって相手がね、ファイブ打てないんですよね。ファイブプラスウッド打たないとマスケ処理できないので、いや、やっぱマスケのアドがでかいですね。まあ、ちょっとエリアドがやばいので、ここはもう無視ですね。今このヒースピがもし10コスで出しているのであれば、もう5アド取られてますからね。うん。さあ、トリトン出して、あ、ファイブ打ってもよかったんですけど。うん。打っちゃうか。で、低コスでできるだけ回しますよね。さあ、なんか来そうな香りがしてますよね。すごい。すごい来そうな香りがしてる。ファイブ打ってあげて、事故らないようにだけしてあげてね。いや、マスケ強っ。相手今エリババ使ったんでね、ロイ行きます。エリババいなかったら多分ロイ止まんないんで、これ逆サイ行きます。いや、守ってくるんだ。おー、いや、いいですね。上手い人はやっぱ守りますからね。本当に上手い人あるある。それ守んのっていうのをすごい守ってくる。
さあ、いやでもここででもロイ、あ、5打った5打ったらチャンスですね。だって5打ったってことで今4コストちょっとないので、さあウッドからの、あ、いいトリトンですが、これタワーに打つんです。さあ5圏内か、いや、いいウッド、これでウッド回したら俺の勝ちですね。なんなら ASP とか回してあげてね。よし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 、いやこれはね、もう完全ウッ、あれっすね、ウッドじゃない、マスケ、マジでマスケとマザニクの差ですごい世界変わりますね。ビクト、ペインかな、ペインゲーミングにいた方だと思うんですけど、アカウント別なのかな、今期74行ってたと思うんですよね。なのでもう一個のアカウントとかなのかな、それかまあ全然別人のまあ可能性もねあります。まあ、そこはちょっと分かんないですが、うわマジで展開まで戻ってきた。俺66行ったんですよね、マジ72から66何本まで行ってね、やば、いやでかすぎるな。69は嬉しい。あ、相手煽るってことは僕が煽り中だから君負けたら本当にボコボコにするよっていう宣言を今されたんですよ。だからあの僕もやり返すよっていうアピールをですね今してます。さあコカッちゃんです。コカッちゃんはマジケツロイですね。ケツロイして、ああ、いいウッド、ケツロイして2周目ロイで攻めたいですね。あ、でも序盤はあのあんまコスト回んねえからな、そんな攻めれねえけど、2倍タイム入ってからのケツロイがめっちゃ強いです。まあコカチに対してはママの方が良かったんですけどね。まあマスケでも別に問題はないでしょう。これ今ハッシュマイプリンがないのでトリトン出す必要はないと。もうギャング来たっすね。マジでハッシュマイプリンだけ気をつければいいですね。最近でもコカツもちょっと減ったんですよね。やっぱ大型がね強えのよ結局。なんかこれダクネライトニングやっぱ打たれるだけで、エリババ来るだけでとかやっぱきついので。相手のプリンの位置がいやらしいですね。マスケがやっぱ、うわー、早いな、回転がちょっとだけ。これ、鬱陶しかったっすけど。まあまあまあ。そういう日もある。うん。よいしょ。痛えよ。これだけで痛えよ。で、相手がインフェかどうかが僕が分かんないんですよね。このエリボボで分かります。セパして。おー、で、テスラだったら置いてくると思うんですよ。置いてこないってことはテスラではなくインフェなのかなっていう思いがありますよね。かもしかしたらロイ警戒で出してないとかもあるんですけど、これギャングも割いてさコスト先すぎじゃねっていう思いがあります。うん、いやですよね絶対。いや結構入りますよ、いい防衛だ。うん、いやあれぶっとっちゃおう。いやいていて痛えな、痛えな。結露したいですね、僕は。ここで結露します。で、結露で施設を使わせてからの2周目のロイでぶっ刺すって感じですね。うん。相手のあのプリン嫌だな。で、LSP で全部耐えれる。で、2周目ですね。よいしょ。で、真ん中施設に5打ちてえな。トルネなんだ。待って、新しい。トルネか、トルネ、トルネ、マジか。トルネは意識してなかったな。ギャング来ねえかな、ここに。いやー、マジか、ギャング来ねえか。いや、でもこれは入るんじゃない？いや、いい。エリゴレ？エリゴレじゃねえ、エリババ。ナイスー！いやー、トルネでしたね。あんなにいい絵かなーとか言って。いや、テスラだなー、これとか言って。トルネ、めちゃくちゃ例ですね。トルネコカツと当たりましたね。いやー、まあそんなわけでね、展開また来ましたね。いつも展開来てますが、本当に、今季ロングシーズンなので、ちょっと皆さんもね、もう沼には気をつけてね、はい、体にも気をつけて、ぜひトロゲ頑張ってください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。